11 11人組のグローバルボーイズグループ上腕がパーソナリティを務めるラジオ番組「上腕のオールナイトニッポン X」「クロス日本放送」毎週水曜24時から24時58分に川尻蓮木又翔也豆原和成がおいでえん上腕は15日に放送された TBS の大型音楽番組 『音楽の日2023』で多くのアーティストとコラボその中の1組だったジェネレーションズの大ファンとして知られる豆原がその舞台裏を明かした「豆原音楽の日2023」で僕らはジェネレーションズさんの楽曲「アゲハ」でコラボさせていただいて「川尻うんうん豆原 TikTok」を白浜アランくんと小森りはやぶさくんと一緒に撮ったんですけど はやぶさくんは僕がテレビ用で好きって言っているんじゃないかと思っていたらしくて。木また、ああ、わら、豆原、僕が、ジェネレーションズのことが好きって言っているのはテレビ用だと思っていたらしくて。でも僕はマジで好きなので、川尻しうん、豆原、アランくんが、豆ちゃんめっちゃ俺らのダンスと似ているよね、踊り方とかって言ってくれて。それってテレビ用じゃないの。 みたいな、川尻、わら、豆原、いや、マジで違います。僕、ほんまに好きなんですよ。今も大好きだし、ライブに行ったりとか、文化祭でも踊っていたんですよ、って伝えたら、ええー。マジか、って言われて、川尻、テレビ用って思われてたって、ちょっとショックだね、わら、豆原、でも確かに、コラボをたくさんしているのに、僕も緊張しちゃっていたから。川尻、 自分からはいけない。豆原、あんまり、そういうのを、好きな感じを、出さずにやっていたからだと思うんですけど。でも本当はめっちゃ大好きで、一緒に TikTok をやれてめっちゃ楽しかったし、本ステージで、アゲハ、を一緒に踊れたのも超最高でした。木また、ガレージで TikTok をやってたところから、本物と TikTok できたの、すごくない。豆原は学生時代、 自宅のガレージでジェネレーションズのダンスをカバーし、TikTok で発信していた、川尻、そうだよ。豆原、だから本当に嬉しかったです。川尻、アゲハ、の振り付けを上腕に教えたのは豆です。木又そうそう、教えてもらったよね。豆原、僕は研究していましたから。川尻、ファンだからね。豆原、ファンだからめっちゃ研究していましたから、みんなに教えました。 川尻、本当に好きだよね。豆原、大好きです。この放送後、ジェネレーションズ小森淳がツイッターで、豆ちゃん、テレビ用ビジネス好き発言だと疑ってしまい申し訳ありませんでした。ですが、まだ疑い続けてるのでこれからももっと伝え続けてください、と反応。豆原に、今後はより一層、ジェネレーションズ愛を伝えてほしい、とメッセージを送っていた。